黒崎一護トリコ。さあ試合開始です。ここ夜景ステージからお送りします。制限時間は2分、ストックは2、相手のストックをゼロにすれば勝利です。ぶっ飛ぶトリコ、リングアウト、交代可能になりました。イチゴ、ルフィと変わります。ルフィ蹴り上げ、吹っ飛んだ。ルフィ蹴り上げ、トリコ危ない。ルフィリングアウト、トリコ爆弾だ。トリコゴムゴムのガトリングで攻める。最後に残ったのはモンキー D ルフィ。黒崎一護、日村剣心、剣桃太郎、試合が始まりました。ここ火山ステージからお送りします。制限時間は2分、ストックは2、相手のストックをゼロにすれば勝利です。桃まだ残っています。交代してくるか。桃交代、いやできません。一護月からの切り上げ、剣心リングアウト。イチゴ刀で攻撃、イチゴ一気に攻める。モモ辛そうだ。イチゴ月からの切り上げ、モモリングアウト。イチゴ優位に試合を進めます。イチゴ刀で攻撃、イチゴ刀で攻撃、月下天章を放つ。イチゴスペシャルドリンクを飲む。残り60秒、モモなんとか持ちこたえました。交代してくるか。最初の脱落者は剣心1対1。さあどうする。黒崎イチゴ見事な勝利。黒崎一護、坂田銀時、アスタ。試合がスタートしました。ここ僻地の森ステージからお伝えしてまいります。制限時間は2分、ストックは2、相手のストックをゼロにすれば勝利です。一護刀を振り下ろす。アスタ出てしまいました。一護刀を振り下ろす。一護吹っ飛ばす。一護刀を振り下ろす。足場が落下し始めました。インさん場外です。イチゴ刀を振り下ろす。イチゴ月からの切り上げ、イチゴ一気に攻める。イチゴ蹴りつける。インさん最初に消えました。1対1。さあどうする。月下天章を放つ。ここで勝負あり。黒崎一護見事な勝利。黒崎一護開口棒ぬらりくお。さあ試合開始です。ここ雪景色ステージからお伝えしてまいります。制限時間は2分、ストックは2、相手のストックをゼロにすれば勝利です。この中から誰が抜け出すか。開口棒蹴り上げ、一護一気に攻める。一
後突き、そして切り上げる。対抗棒なんとか持ちこたえました。対抗棒蹴り上げ、陸を蹴りつけ、いちご刀で攻撃。対抗棒場外です。いちごルフィと変わります。陸を危険な状態だ。陸を蹴りつける。ゴムゴムのガタリングだ。ルフィリードしています。ルフィ蹴り上げ、対抗棒蹴り上げる。陸を蹴りつけ、ここで目の水桜。ルフィリングアウトはしていません。対抗棒蹴り上げ、対抗棒そのまま出てきました。陸をそのまま出てきました。ルフィゴムゴムのピストンだ。ルフィ場外です。ゴムゴムのガトリングで攻める。残り30秒、イチゴの月が転生。終了時点でストック数が同じ場合勝者なしになります。イチゴ絶対絶命のピンチ。黒崎イチゴなんとか勝利を収めました。黒崎いちご試合が始まりました。ここ闘技場ステージからお送りします。制限時間は2分、ストックは2、相手のストックをゼロにすれば勝利です。さあどう試合を進めるか。交代してくるか。ブースケ出てしまいました。スペシャルドリンクで回復。いちご刀を振り下ろす。足場が落下し始めました。ナルト交代、いやできません。いちご刀を振り下ろす。ブースケいちごの月が転生。おっと二人場外へ。いちごスペシャルドリンクを飲む。螺旋丸だ。いちごリングアウト。ナルト影分身でゲスが伝承を放つ。どちらも譲らない。いちごルフィと交代。ゴムゴムのガタリングだ。ルフィ蹴り上げ、ルフィゴムゴムのピストルだ。ナルトまだ残っています。ナルトリングアウトはしていません。終了時点でストック数が同じ場合勝者なしになります。ここで勝負あり。モンキー D ルフィ勝利です。黒崎いちご試合がスタートしました。ここ雪景色ステージからお伝えしてまいります。制限時間は2分、ストックは2、相手のストックをゼロにすれば勝利です。いちご刀で攻撃。いちご爆弾だ。陸をそのまま出てきました。陸を交代、いやできません。いちご月からの切り上げ。陸をそのまま出てきました。いちご刀で攻撃。陸をそのまま出てきました。いちご刀で攻撃。
いちご、語らぬ攻撃。攻めきれません。流れを変えたいところ。いちご、連続攻撃。陸王、まだ残っています。陸王、ピンチです。月が伝承を放つ。おっと、二人場外へ。残り60秒。いちご、語らぬ攻撃。対抗棒、そのまま出てきました。ルフィのゴルゴのガトリング。対抗棒、まだ残っています。ここで冷凍止水桜。陸を蹴りつけ。対抗棒交代。いや、できません。なかなか決定打が出ません。終了時点でストック数がリードしていれば勝利です。ルフィ、ハートで大きく回復。ルフィ、蹴り上げ。ルフィ、ゴムゴムのピストルだ。最初の脱落者は対抗棒。残ったのはこの2人。ルフィ、このまま勝負を決めるか。もう時間がない。交代してくるか。圧倒的な勝利です。モンキー D ルフィ。